吉田さん確かにね稼ぐ方法は10年前と比べてもかなり広がりましたよね YouTube が収益化されたのを皮切りに Twitter も最近ね収益化してるんですよねでメンバーシップとかにできたりオンラインサロンという新しい概念ができたりねで私の好きなねジャルジャルとか吉谷さんもご存知だと思いますけどもその、Z、o o m を使ったお笑いネタっていうところも広がってきたりとかねすごいですよね そう考えていくとその稼ぐためのマーケットってバン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 広がっていっててあの何もねみんながみんな工場勤務とかみんながみんなオフィスワークとかっていう選択肢の狭いような時代ではなくなったわけなんですよねなのに残念ながら人っていうのは昭和の方の狭い選択肢を選び続けているんじゃないかなと思うんですよ就職職ととかかね、転職とかね。転 で受験勉強して大学行くとかね専門学校行くとかねこれ全部崩壊したモデルだと思うんで勇気を持って足し切って切た方がどううかなと思うんですよでそもそもその世の中の大富豪っていうのはその学歴を持ってない人が結構多いんですけどそれっていうのはもうすでに10代の頃にその道を確立しちゃったんでもう学校に行くって選択肢が、まあ、だい2番目とか3番目とかねそれ以下になったんですよね。 で、何もない人ってのは探しながら自分に学歴をつけたりとか、ブランドの学校とか、肩書き、資格、こういったものに耐えるんですけども、その資格ってものが作られた時と、それから資格っていうのを自分が取得した時ってすごいタイムラグがありますよね。で、例えば調理師って資格があるんですけども、この調理師って資格はかなり前にできたはずなんですよ。昭和30年代とかにね。じゃあ昭和30年代の、その、ルールとか概念に、 更新されてるとはいえね今令和の時代に果たして合ってるんだろうかとかそもそも調理師っていう資格ってどのぐらい有効だったんだろうかとかねうんやっぱこう食ってものが利権化していてなんか10年掃除をしないと下っ端をしないと板場に上がらせてもらえないみたいなね変な収容期間がある時代でもう完全にその商売が自由化されてない。 時だからこそおのれんがたくさんね行き渡って同じ業界内で競合にならないように商売がしにくい時代の名残だったのかなとかねどうなんでしょうね今はねでもほんと稼ぐ方法ってたくさん増えたはずなのにで YouTuber ってのももう聞き慣れたぐらいいるじゃないですかでも自分の身近にいるかっつったらいなかったり自分自身がなってるかっつったらなってないんですよね そそれこそプロ野球の選手になるよりはユーチューバーだろうと思えるのにやってないとかね結局は動画を投稿することもなく今日も出勤してるみたいなところがありますよねじゃ出勤しているその先に自分の未来があるかって言ったら結構絶望してるみたいなだったらね夢にかけてもいいんじゃないかなと映画スターになろうと思って実際になれる人はほとんどいないけどもでも目指してる間はずっと充実してそれこそ耐えられる貧乏だったりするはずなんですよ 今は給料を一生懸命もらおうと思ってサービス残業して休日出勤してでも夢は追っかけられないんですよねその夢の追えない耐えられない貧困それがなんか絶望につながってるんじゃないかなと思うんですよ耐えられない貧乏っていうんですか何か目指すものがあったらね希望があったらね耐えられる貧乏だったり耐えられる苦痛だったりするんですけどねなんとなくその辺時代が変わっても 人の心理はなかなななかかか変わらずみたいな感じかなと思うんですよねだから自分の心理を変えた人がなかなか変わらない心理を支配できるのかなって。ね。だからマインドの商品ってのをこれからもどんどん売れるんじゃないですかうん。いってらっしゃい。